昨年末に56歳の日舞の先生との不倫疑惑を報じられた落語家桂文枝74が3日、京都吉本祇園花月に出演した。劇場入りの際は報道陣から不倫報道が出てますけど一言と声をかけられたが無言を貫いた。報道陣の直撃取材を受けるのは昨年12月27日の週刊新潮に8年不倫を報じられて以降この日が初めて。劇場の通行口に横付けした車から降りてきた文枝はグレー系のキャップにメガネ、マスク姿というやや変装っぽいスタイル。明るい緑色のマフラーに黒いダウンと若々しいいでたちも印象的で、報道陣からの不倫報道が出てますけど。一言いただけないですかとの声かけには応じず、関係者らと足早に劇場に入った。なお、不倫報道について所属事務所は一般私人のことでありプライベートなことでもありますので本件に関するコメントは差し控えさせていただきますとし、文枝も報道後公にコメントしていない。また事務所関係者は文枝の情報落語協会会長辞任の可能性は否定。レギュラー番組の降板も否定した。